って。はい、ひょっこりはん。召し上がれ。それではミニロコモコ弁当を作ります。お弁当箱にマフィンカップ。マフィンカップって柔らかいから狭いところでもほら入るでしょ。形がほら自由座に変形するからぎゅうぎゅうに入りました。続いてハンバーグを作ります。ボウルに豚ひき肉、玉ねぎ、マヨネーズ。ハンバーグは卵をなくしてマヨネーズで代用しました。パン粉、塩、コショウ、オールスパイス、ナツメグ。オールスパイスとナツメグはあれば使ってください。入れるとお店みたいな味わいになりますよ。そしたら1分ほど練って9等分にして 6×4 のハンバーグの形に成形しました。加熱後にハンバーグって焼き縮みするので成形するときはカップより少し大きめにします。そしたらハンバーグを焼きます。サラダ油を入れて強火で熱してパチパチしてきたら弱めの中火で焼き色がつくまで両面で3分焼きます。2分経ちました。焼き色がついたらひっくり返します。いい色ですよ。わーいわー。反対も焼き色がつく前2分ほど焼きます。2分経ちました。反対側もいい焼き色がついてます。そしたらまだ中まで火が通ってないのでお水、弱めの中火が中火にして蓋をして水分がなくなるまで3分ほど蒸します。はい、2分経ちました。3分もいらなかったですね。オープン。水分がなくなりました。そしたらハンバーグを一旦お皿に取り出します。ソースを作ります。きれいに作りたいのでフライパンの汚れを一旦拭き取ります。まずはケチャップ、中濃ソース、水。ソースは多めに作ります。お弁当にたっぷりかけるとカップの底まで美味しくいただけるんですよ。強火にして沸騰させて2分ほどとろみがつくまで煮詰めます。とろみがついてきました。そしたらハンバーグを戻してさっと絡めます。はい、これでハンバーグの完成です。続いてうずらの目玉焼きを作ります。フライパンにサラダ油を入れて熱します。油を入れたら一旦火を止めてうずらを9個割ります。割り入れてから火をつけます。小さいのでどんどん焼けていっちゃいます。そしたら焼きます。黄身が割れちゃいましたよ。弱火で蓋をしないで 2,3 分焼きます。そしたらいよいよ盛り付けです。マフィンカップの6分目までご飯を入れたら続いてグリーンカールを乗せます。ミニトマトも添えました。そしてハンバーグ、ソースもかけます。卵を添えたらマフィンカップで食べやすいミニロコモコ弁当の完成です。かわいいでしょ。ミニロコモコ弁当です。ロコモコハンバーグ召し上がり。ハンバーグみたい。中にご飯入ってんの。うわ、うまそう。わ、ほんとだ。え、めっちゃちっちゃくてかわいいじゃん。うん、かわいいし、綺麗だよ。いただきます。めっちゃうめえじゃん。ハンバーグが分厚くて肉汁いっぱい、で、玉ねぎのシャキシャキも素晴らしいですね。たまにはこういう小さいのもいいね。うわ、絶対おにぎりよりもロコモコ丼の方が絶対盛り上がる、めっちゃやる気出るし。マフィンカップ柔らかすぎて食べづらくない？食べづらくない。食べづらくない。これ、これでお願い。運動会、運動会、これがいい。